西口浦佐駅は、新潟県南魚沼市浦佐にある、東日本旅客鉄道の駅である。上越新幹線と上越線の列車が停車する。南魚沼市の北部の大和地区に位置する。冬は、スキー客、夏は、奥多田美湖、小瀬方面への新潟県側の玄関口として、旅行客にも利用されている。美車門天口側には、日本の記載の一つである。 ラオウコ大祭の舞台となる越後浦佐美社門堂がある。新幹線停車駅ではあるが、駅周辺には商業施設が少なく、医療機関や学校、宿泊施設が若干数あるのみである。浦佐駅周辺は同市の文教地区でもあり、駅からは各方面に向かうスクールバスが運行されている。事務管理コードは三十万二百十五を使用している。当駅は、 上越新幹線と在来線の上越線の接続駅となっている。また、かつては、た見線の列車が小出駅から乗り入れていた時期があった。浦佐駅を中心とする山和地区は、今でこそ南魚沼市の文京地区となりつつあるが、上越新幹線建設決定当時、山和町は、夏季と冬季の行楽シーズンを除けば、人の出入りは少なかった。 周辺地域の中心地で主要駅もある六日町と小出町のほぼ中間点に位置する浦佐に新幹線の駅が設けられることが決まった際には、両町から異議の声が上がった。これに関しては、何らかの政治的な意図が働いていたとする政治駅設と六日町は越後湯沢に近すぎるため駅設置が難しく、小出に設けるとルートが大回りになる上、 小出駅の構内が境内で新幹線ホームが設けられないという地理や線形の問題が背景にあったとする説など小説ある。詳細は鉄道と政治上越新幹線と浦佐駅を参照のこと。新潟県内にある他の上越新幹線運営線4駅は中心市街地もしくは市街地にほど近い地点に所在するため駅周辺では 大型ショッピングセンターやホテル、飲食店などといった商業施設の建設が進んだほか、マンションやアパートが建設されるなど住宅地下も進んでおり、いずれも開通以降に都市基盤の整備や都市機能の集積が進捗している。その一方で、浦佐駅は上越新幹線全駅で最も利用者が少なく、加えて駅周辺の都市化もあまり進捗していない。 ただし、浦沢駅周辺は、前景のように、すでに都市機能が集積している、魚沼地域の中心地に地区の中間点という、立地条件の下にある。また、駅自体に関してももともと設けられていた出入り口は、旧市街に面する現在の西口側であり、東口側は、国道17号の原ルート開通以降に、都市開発が本格化した地域である。加えて、 同国道のすぐ東側には、魚の川が流れているため、都市開発を行う余地が少ないなどの条件から、大和地区に所在する主な公共施設は、東口から約500メートル通信した、浦沢橋の東詰め川に集中して立地している。上越新幹線が開業した1982年11月15日のダイヤ改正時、 浦佐駅発着で只見線へ直通する普通列車が1日に往復設定された。このうち1往復は急行、奥多田見で浦佐駅小出駅間を普通列車として運行していた。しかし1988年3月13日のダイヤ改正をもって奥多田見は廃止となり、只見線への直通列車も廃止された。その後も、 ただみ線の定期列車の乗り入れは行われておらず、不定期で臨時列車が乗り入れるのみとなっている。近年、魚沼市と福島県ただみ町の一部議員が観光客誘致や利便性向上を目的として、連名で JR 東日本などに対し常時乗り入れを要望しているが、実現には至っていない。当駅は直営駅であり、管理駅でもあるが、当駅は 自駅のみの単駅管理となっている。駅機能は全て2階に設けられている。新幹線改札口には自動改札機が2通路設置されており、新幹線 E チケットサービスが利用できる。在来線改札口は有人改札のみとなっている。改札口には新幹線乗り換え改札口の設置がないため、相互の乗り換えでは一旦改札を通り出場してから、 再入場する必要がある。当駅は、スイカのエリア外のため、スイカ等の交通系、IC カードは、在来線側では利用できない。二階コンコースには、指定席券売機、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、化粧室、コンビニエンスストア、自動販売機、コインロッカー、公衆電話がある。かつては、屋内待合室の向かい側にも緑の窓口が、 あったが、現在は閉鎖されている。化粧室そばには、当地唯一の高校である、新潟県立国際情報高等学校の美術部一期生が、制作した絵画が展示されている。浦佐駅東口と、新幹線本コースにはエレベーターがそれぞれ、設置されており、バリアフリーに対応しているが、浦佐駅西口がエスカレーターと、階段、在来線改札構内に至っては階段のみの、 設置となっており、駅舎全体で、バリアフリー構造とはなっていない。駅舎西口1階には、団体待合室と化粧室、レンタサイクル駐輪場があるが、待合室と化粧室は、通年で閉鎖されている。島式ホーム2面4線を有する地上駅。このうち、副本線の2番線と3番線は使用されていない。ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、 ある。ホーム庁は16両に対応し、ホームの一部には安全策が設置されているが、通過列車はすべて本線を通過し、停車する列車のみ副本線のホームに入る。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1417人で、ある。また、新幹線の1日平均乗車人員は672人で、ある。 東口側から約五百メートル東側の地区には文教施設が集積している。このうち新潟県立国際情報高等学校は九百九十二年の開校当初から全県育成による生徒募集を行っており、群馬県及び中越地方北部や下越地方に在住しながら長岡駅、沿山城駅、新潟駅から新幹線を利用して通学する生徒が、 見られるなお、近年の推移は以下の通りである。東口が正面口として機能しており、駅前広場にはバスターミナルやタクシープールのほか田中角営の銅像などがある。至近距離に市や宿泊施設、警察署があり、付近を流れる魚の川を渡った場所に都市公園や博物館、いくつかの教育施設や医療機関などがある。 教育施設や医療機関へは、スクールバスや路線バス、コミュニティバスが運行されている。かつては、東口側に、土産物品店がの木を連ねていたが、現在はすべて撤退し、跡地は駐車場となっている。西口には、ビシャモン口という副省があり、その名の通り付近に、浦佐ビシャ堂ンと称する不幸事がある。毎年3月3日には、 日本の三大記載の一つ、ラオウ号大祭が行われ、紫の繁忙期の一つに位置づけられている。駅前広場には、タクシープールがある。この他に、西口側には、金融機関や郵便局のほか、飲食店などが、若干数ある。当駅周辺を含む南越後観光バスの、バス路線図東口、西口双方の駅前広場には、バス停留所が設けられ、 南越アート、観光バスが運行する、路線バスが発着する。なお、A 字2文字の路線記号は停留所にのみ掲載され、バス車体には表示されていない。上記の路線バスに加え、駅周辺では、南魚沼市のコミュニティバス、市民バスが発着する。最寄りバス停のうち、浦佐交番前、新潟県信用組合バス停は東口を出て、徒歩5分ほどである。 浦瀬駅が最寄りとなる以下の教育施設では、東口のバスターミナル内にそれぞれスクールバス乗り場を設置している。注釈区出展報道発表資料、新聞記事新幹線。ありがとうございます。